こういう x と y についての二次方程式を満足する整数 xi を決定しなさいという問題ですね。このところが xi についての二次の項です。でこの二次の項がありますから、これ二次方程式でありまして、未知数が2個ありますから、まあ、方程式としては解はですね、一つに決まらないわけですけど、もし xy が実数を表すとすればですね、これを満足する実数 xy の全体っていうのが xy 平面上のある図形をに対応しているわけです。で、これどういう図形であるかっていうと、実はこの係数が1、2、3とこうなってますので、いわゆるその判別式に相当する d、この場合は2人が4、マイナス3、4、12、そうやって計算した値、あるいは4分の d でもいいですけど、それの符号を見るとマイナスなんで、これ実は楕円を表すっていうことがわかるんですね。で、これは高等学校ではあまり、やらないことが多いんですが、所詮こう楕円の方ですよ。で、x の平面上にこう楕円があるとすると、楕円というのは所詮有解な図形でありまして、有解というのは限界がある。x に関してこの範囲。y に関してもこの範囲。こういうふうなこう限界がはっきりしますから、その限界が分かったならば、限界の中で整数をしらみつぶしにする、調べていくというやり方で問題を解決することができる。これがまあ重要なポイント で、この図形がもし有解でないとするとですね、限界が有限ないとすると、こういう方法は一切使えなくなります。この限界を出すのにどういう考え方があるかということなんですけれども、例えばこの y の範囲、y の取り得る値の範囲というのを出すためには、これの y の取り得る値の範囲を出すためには、これを満足する実数 x が存在するっていう条件、それを考えればいいですね。存在することの x、 この方程式を x について x の二乗プラス、2倍の y マイナス1倍の x についてので、あとはx を含まない 3y 二乗プラス y マイナス8イコール0、これを満足する x が存在するっていう条件、これを考えると実はこの y の取り得る値の範囲が出てくる。これ結構高級な話です。で、皆さんの中にはですね、これを満足する整数 x が存在するためには、これを満足する実数 x が存在することが必要であるから、そういう議論で判別式に持ってこうとする人が少なくないと思いますが、本質的にはですね、そういうことではなくて、この有解の範囲である y の範囲を出すためには、この条件を考えればいいんだって、これが分かればいいってことですね。で、これを満足する実数 x が存在するために必要十分条件は言うまでもなく、 y-1 の二乗マイナス 3y 二乗プラス y-8 で、この判別式に相当するものが0以上という、こういう条件で与えられるわけですね。で、この y についての二次不等式、が実はこの範囲を与える。で、これ、結構汚い値で、与えられたとしてもですね、要するに有限ですから、それの中に入っている y の整数値の可能性、これを満足する y の整数値、有限項の整数値でありますから、 y の整数値の候補が決まるわけですね。で、大事なのはこの候補が所詮有限項であると。で、有限項であれば、その有限項のそれぞれについて、y の値、例えば y がマイナス3であると、マイナス2であると、マイナス1であると、y が0であると、で、そういうような場合について対応する x が整数になるかどうか、で、それを調べれば良いというだけです。だからこれが、もし問題がちょっと変わってですね、ここのところが、このプラス3じゃなくて、これ、マイナス3とこうなったりすると事件なんですね。で、その場合にはこの曲線はですね、双曲線になりますから、もはや有解でなくなってしまうわけです。で、そういう場合についてはですね、ごく簡単な場合でさえ
まあ、高校レベルではないんですね、残念ながら。一番有名な双曲線の方程式は、の不定方程式は x の2乗マイナス2 y の2乗イコール1って、こういう方程式なんですけど、この方程式についてはペル方程式って名前もついていて、で、まあ、昔からまあ解かれているんですけど、現代数学的にもまあ重要な方程式でありまして、でこういうのは大学に行って皆さんがより本格的な勉強をしてくださればですね、その非常に豊かな世界が広がっているということがわかります。しかし高等学校で扱うのは、まあ、そういう難しい話ではない。高等学校で扱う双極系の不定方程式はだいたいもっとくだらなくて、 x の2乗マイナス 4y 2乗イコール1と、こういうようなタイプですね。でこういう、これは今1じゃなくても例えば6とかなんかでもいいんですけど、でどこが違うかって、これ双曲線なんですけど、x プラス 2y、x マイナス 2y って整数係数の範囲で因数分解できますから、x と y が整数であれば、x プラス 2y も x マイナス 2y も整数なんで、整数と整数かけて6、かけて6になるものは1と6とか2と3しかない。あるいはそれにマイナスつけたものしかない。でこういうふうにして小学生のように解くことができる。そういう特別なものしかないっていうですね。一般的に論ずることができるのは、我々が論じたような楕円形の二次の不定方程式しかない。そういうふうに言うことができると思います。この問題で特に大事なのは、この存在することの x というので、y の取り得る値の範囲が出てくる。もしこれを存在することの y っていうのをやれば、今度は x の取り得る値の範囲が出てくる。ここが大事なポイントです。